はい、お待たせしました。選手の対局の準備が整ったようです。それでは第10期女流王冠 A リーグ第3節3回戦同杯の開始です。3回戦開始します。はい、ただいま今野慎太郎プロの合図により、開始の合図が出されました。とんちゃに中川、なんちゃに清水、シャーちゃに平岡、ペイちゃんに泉という並びでこの第3回戦が開始しています。トン1局ドラはチーピンです。まずは各社のハイパイを見ましょう。さあチャンス手に見えます。ドラドラの、メンツが一つ完成している。おー、受け身さえ引けば、はい、という感じですね。そして平岡、平岡はペイから切っていきます。メンツが一つ。そして泉は4と1の手配。今、画面の下の部分に、2回戦までのトータルポイントが出ています。で少し、点数の動きがなだらかになったかなという印象です。そうですね、清水が浮いて、はい、トータルポイントが、1ポイントずれているのは、供託のリーチ棒の分ですね。なのでプラスとマイナスのトータルは1ポイントずれていますが間違いではありません。ここで急走の問い詰め手がかかった中川、ピンスの本質まで見てっていうことですね。なるほど、なるほど。さあ、ジャンピンはアンコにした。泉、これは2アンコの2シャンテンですか。ジャンシャンテンはジャンシャンテンですね。ただ2アンコ短期の可能性もあるような、これでひとまずいいシャンテンにはなります。泉、そして中川が仕掛けていきました。シャーをポンしてピンズの本位置へと向かっていきます。ただこれあからさまな本位置。まあそうですね、お高瀬のシャーですからね、2枚目だからしょうがないんですけど。ただその上茶の泉にも勝負手が入っているので、そう簡単に絞るわけにもいかないかなっていう感じなんですが、そうですね、まあ、実際泣きたいのはほとんど6球ピンだけみたいな、ね、感じなんで、すぐには出ていかないですね。泉からの球ピンが入ったとしても両冠になりますからね、はい。ここで、平岡はカンちゃんとアーツがジャンメに変化しますが、まだカンちゃん部分も残します。何切り、おっと、これで積もり数暗号のイーシャンテンまで来ました。ただチーピンは2枚ずつ中川と泉が持ち合っている状況です。しかしこれでローキューピンが、泉が積もぎる可能性も出てきました。そうですね、積もぎり、そうですね、はい。ここで数ピンを中川が仕掛けていきました。チーピンとパーピンの並びシャンポンという待ち。さあここでトンも統一になって泉、まあ選択肢としてはどうでしょう、どこかの統一をほぐすってなると、あ、チー統一のテンパイでもあるってことか。そうですね、一巡置けばテンパイにもできるんですが、ここはパーソンの統一をほぐしてきました。そうですね、アンコの牌がピンズだとチー統一にはしづらいですけどね、そういう選択はありましたね。さあ中川は上がれれば打点は十分のテンパイが入っています。実際はチーピンは泉と2枚ずつ持ち合っていますので、パーピンでの上がりとなる可能性が、上がりとすればパーピンでの上がりなんですが、パーピンしかない、はい、パーピンは山に1枚残っています。さすがにポンですね、はい。ここで泉がトンをポンしてテンパイ、チーピンと初のシャンポン待ちでテンパイを入れています。この初は場に1枚切れていて、残り1枚は山の中と、どちらも山には1枚眠っている待ち。ここでパーピンが重なって、実質中川の上がり牌は山にはなくなりました。
清水がこれパースをなんかを引いて転敗したときにパーピンを勝負するかどうかですか。可能性はあるかもしれないですね。パースを引きだと切ってしまう可能性ありますね。はい、ヤングスを引きだと打たない気がしますけどね。はい、この順位だと打たないかな。転敗して。もうそうですね。ツモがないなかったです。清水が今のが最後のツモでしたね。うん、うん、はい、ここは流局となりました。親の中川と、ペイちゃんの泉、この2人の転敗で流局となります。ここで3回戦目にして初めて親が連チャンを。ああ、そっか、そうですね、はい。さあ、本一局一本場、親の中川の連チャンとなります。ドラは9層、これが18局目だそうです。まあそうですよね、初めて連チャンした3回戦目の当局。さあ、チュンがあんこの平岡ちゃんたまで言いますね。そうですね、中川はペガ、今集まって清水ちゃんを切り出します。さあ、つもぎり泉はマンズで2面積も止める形になりました。ピンズで1面積完成した清水。積もを積もってハズを切り出します泉。清水ここでこれでイーシャンテンですかね。換算ピンとスチーマンのイーシャンテン。うん、で、ハエのテンポもかなりいいリズムで、早いですね。中川この中で落ち着いてよくやってるなっていう印象ありますね。自分のペースで、まあ、ペースって早いんですけど、はい、ただ慌ててるような印象はないですよね。うん、そうですね。結構そのスピードに、本当は自分のスピードじゃないのに無理やり合わせるっていうことってあるじゃないですか。そういう時って結構アップアップ感が出ることは、そうですね、はい、その打牌にミスが出ることが多くなりますよね。はい、そういう感じでは今日はなさそうな中川です。清水ここでチーピンを積もって考えます。スーピンをほぐしました。中川は今期から A リーグに昇級しています。うん、そうですね、結構面白いマージャンというかバランスもいいですね。はい、ちょっと何を積もったか見えませんが、チーズを切りましたね。ウーピンを積もってましたね。さあ、清水ピンズで振り点ですが三面チャンの形。ここはイースーソーターツを嫌っていきました。スーソーが場に3枚ですね。うん、なお、あんこにした泉、ここでリッチを打ちます。カンディアンゾー、三蔵もウーソーも切っているカンディアンゾーと。そうですね、清水が今三蔵連続と落としているタイミングでしたね。おー、これドンピシャのタイミングになりましたね。そうですね、うん、ちょっとこのディアンゾーが止まらない可能性はありますね。はい、このディアンゾーが泉の当たり牌です。打点はありませんが、トン2局となります。親は清水に変わります。ドラはイーマン。さあ、清水のハイパイ良さそう。良さそうですね。おお、三面図そしてこれトンもダブトンも統一でいきなりトンの本店が取れるような、まあ、そうですね、トン本店取ってしまうと2900点になってしまうので、まあ、上がれそうとはいえちょっとすぐには取りたくないような感じですけど。うん、そうですね、リーチ打ちたいですね。はい、もちろんトン引いてリーチが一番嬉しい。そうですね、それ最高形ですね。さあ、ここでいいピンはつもぎりとしました。泉も悪くなさそうな手配です。うん、清水、チーソー。そし
して平岡がドラドラの手配です。中川もかなり良さそうな手配、はい、そうですね、中川も後継ですね、はい。はい、あ、なんとこのタイミングで入会してくださった方がいるみたいですよ今日、はい、ありがたい話ですね。なんとありがとうございます。飛びのある人ですね、うん、素晴らしい。そして、清水が関連像の転廃を先ほどから入れています。球層が3枚切れになりましたね。一通の変化がちょっと、さあどうすんだろう。球層が3枚切れてるとそうですね、トーンが出てボンス、まあ役ができますからね。ボンスするのかな。自力で球層例えばこれ引いた場合はどっちに受けるか、受けるのか、いつに受けそうですけどね。今残像が今2枚切れちゃいましたね。はい、結構プロでも分かれそうな、うん、確定、ね、あ、これでもさすがにって感じですけどね。いつにはしなそうですね。うん、このトーンがいつ出るかという感じでありますが、清水も手が動きません。ローピンを重ねてこれでチート1のイーシャンテンになりました。平岡おっとトンが重なりました。これでトンが出ない感じになってきましたね。うん、清水が今もうイメージしている来てほしいつもっていうのは三蔵あたりを引いてのまあそれはいいですよね。ちゃんとかですかね、まあ、最悪そのローソーとか急走引いてシャンポンでもいいかなっていう、うん、広岡にポンテンが入りますね。はい、ドラアンコですね。だからローピンをポンしてドラをアンコにしてトイトイのテンパイパーピンとチーマン、でパーピンはしかし、泉と持ち合ってますね。2枚ずつ。そしてチーマンの方が場に1枚切れていて山に1枚残っていると。あ、ここでチーマンが泉からつもぎられました。トイトイドラさんですね。8000点の上がりとなりました。泉はこれはちょっと手痛い報酬となってしまったか。うん、そうですね。今のも最終手出しのそばなんでケアしてもいい牌ではありますね。はい、さあ、トン3局となりました。親は平岡に勝っています。ドラは急走です。平岡親のハイパイです。白が統一、南が統一、統一は全部で4枚、4種類。うん、統一が見える。うーん、何から切っていきましょうかね。これ難しいですね。おー、マンズの両面ターツを嫌っていきましたね。これ本当に分かれそうな第一打ですよね。まあ、チュンがさすがに多くなるかもしれないですけど、どうでしょう。3ピンとか、うん、13ピンっぽいかな。3つまで一気にあるんでね。はい、ただ急走引いて面前で仕上がったりするとね、そう満貫は見えるんで、はい、3球オールですか、はい、満貫っていうと雑ですけど、うん、見えるんでちょっと怖いですけどね。インスマン、はい、簡単な満貫は逃したくないな。そうですね、まあ、やはり本戦は想像の本一っていう感じでしたよね、うん、そして実際ツモもそのように伸びてきています。こちらですね、泉はこちら、これで2面ずつの中で完成します。中川はこれで2面ずつですね。単位オッケーの手配。清水はデューハが統一です。メンツが1つでパーマンを重ねて9万切り出します。清水スーピンをアンコにしてこれでイシャンテン、うん、
仕掛けてウーピン、はい、平岡が動きました。白をポンしてウーピンのドイツの1枚を切りました。さあここでさらに総数が伸びてイーシャンテンになります。しかもドラですね。そうですね、ドラの急走、かなり平岡はイメージ通りにいつも来てくれている感じですよね。うん、さあ泉ここでチーソーを積もってウーソー切り、これはトイツ手を見たっていうことですね。うん、そうですね、はい、チートイツのイーシャンテンに構えました。ドラの急走、そうか、これは決めないといけないですね。チートイカメンズ戦しましたね。メンズ戦来ましたね。ウーソー切ったあたりでちょっともチートイツに決めた感があったのかなと思ったんですが、ドラの急走を持ってきてここは、メンズ手に戻しました。さあ清水もここでイーソーを重ねます。イーシャンテン、さあここでナンをポンして平岡がテンパイです。ヤンウーソーのテンパイ、白本一ドラ、出上がりで11,600点という転敗です。使いましたね。そうですね、泉ちょっとチートイツを 見切ったところでのこのジャンゾー、しかしもういい加減切れる牌ではないかなという雰囲気ですが、うん、そうですね、さすがにチーソーか急走もどっちか勝負しないといけないですからね、転敗しても。さすがにドラ色の本一役牌1枚引かれてる親の二風呂には勝負しづらいかなと。さあここで選択です。ロー急走に受けるかダウン走に受けるか。ロー急走に受ければ羽まんまで見えます。ロー急走に受けたのでこれで急走での上がりとなると羽まんになりますね。ドラが3、ドラ3になるからと、ね、ただ実際は急走は、山には残っていません。イーソーかローソー打てば天敗、ちょっとさすがにっていう感じはしますが、清水はどうするか。ウーソーが先ほど通った、そうですね、おイーソーすごいな、行きましたね。イーソーかなり強い牌です。すごいですね、かなり強い牌ですね。考えてイーソー切れるのはすごい。普通と考えちゃうと止まっちゃうそうなんですよ ね、 ななすね。ノリというかその勢いで勢いだけで切ることができますけど、考えてね、考えていけるっていうのは、あ、これでパーソー、これもう一回イーソー打ってテンパイ取れますからね。取れますね、はい、うん、イーソー打って時間チーソーのテンパイ、中川は4枚目のローマンを持ってきます。勘した方がいいかどうかですか。勘するとあんまり意味はない、影響はないですね、はい、自分が背底だったのが泉が背底に変わると、うん、はい、これで10局となりました。清水平岡の2人転敗で10局です。すごかったねこれうん、清水が転敗を取れたのがすごいですね、うん。さあ、との三局一本場平岡の親の連チャンとなりました。裏はトンです。平岡のハイパイから見ていきましょう。泉が映ってますが、はい、平岡ですね、白が統一ピンズで一面ツ、ここは何から切っていきます。ドラのトーンが1枚、泉はピンズで1面2、そしてドラが、
失礼しました。あ、今何だろう、はい、ちょっと下にトンと書いてたんで一瞬勘違いしました。ここで白があんこになった平岡、うーん、もう3色なんかも見えますが、本一が本線と、うん、貫禄ピンを引き入れた清水、ピン図が伸びている平岡です。さあローマに1番くっついた中川、これでアンピンを切っていきます。ここも着々と手配が締まってきています。清水です。中川ここでマンズでインピトメントさらにできて、ここで何の統一を切っていきます。ウーマンはつもぎり、カンチーソー引き入れた泉、ヒューマンつもぎり、かなりいいテンポでゲームが進んでいます。あ、トン重ねますね。おっとドラのトン重ねて、これは一気にチャンスで、メンコン白いツードラドラすごいですね。面前で仕上がったらバイマンクラス、バイマンクラス、うん、そしてドラのトーンは誰も持っていない。うわサブローピン、サブローピン、ああここでローピンが出てしまった。これはハネマンですね。メンホンイッツドラドラ、白があるから、あ、白、あそこバイマンか、白があります、バイマンですね。はあ、24,000点、これは泉にとってはそうですね、苦しい、一枚も余ってないですからね。そうです、泉はまあ特にその、あ、平岡さんの捨て牌に、はいはい、一枚も余ってないから、はい、そうですね、泉の手牌的にもまあローピンぐらい普通に切るかなっていうぐらいの手牌でしたが、これは24,000、はい、平岡が見事、うん、まあお見事でしたね、一気に寄せて、お母さんのいいところが出ますね。理想通りにいつもはサクサクっと気持ちよく入って、うん、すぐにテンポあった瞬間高めのローピンが出ると、今の一上がりで一気に6万点オーバーの大トップ目となった平岡です。対して泉は、持ち点がマイナス3万点を超えましたね。0点以下になってしまいました。さらに平岡の連チャンが続きます。トン3局2本場、ドラは3万です。さあ、清水の手配、清水もきつそうな手配です。平岡、今上がった平岡は、良さそうな手配ですね。オロチの3色が見ますが、ここで持ってきたのはパーマン、どうするか。一旦スチソーターズを固定します。チーズを重ねた清水、なんかデューハーをつもぎり、ウーマンあんこにした泉、平岡はこれスーピンを積もって、これでイシャンテンとなります。これでちょっとゴロチの3色が遠のいた感じではありますが、そうですね、3色はちょっと難しいかもしれない、はい、2手変わらないと3色にはなりません。圧倒的に順調ですよね。そうですね、まあ、中川もドラトイツ俺仕掛けそうですけど、さあここでドラトイツの中川が注目していきます。これで、イシャンテンですね、目いっぱいのイシャンテン、数万を積もってここで、ターツを変えていきます。ローキューマンターツからサブローマンターツへ、さあイーマンはまだゴロチの3色の可能性あるので、チーマンは引っ張ります、うん、まあ、仕掛けてる中川の現物ですしね、はい、持ちやすい、持ちやすいと、うん、はい、先にダウンピンを引いてから、あ、ここで見限りましたね。そうですね、これでも仕頃の変化があるんで、あ、なるほどなるほど、はい、これは完全に安全牌のですね、手の中に残します、
川もイーシャンテンのまま準備が進んでいきます。さあここでローマンを引いての天敗リーチといきました。三色やドラ引きの手代わりなんかは見ずにそうですね、リーチを打っていくと、まあ、親番というのもありますし今2万4000上がって大トップに立っているという状況もあるんですかね。どうなんでしょう。うん、買いますかなと思ったんですけどね。そうですね、まあ、闇手にしても全然おかしくないような天敗でした。色子三色相当好きなイメージがあったんで、ね、確かにそうですね。ただ9ピンなんかを引いた場合だとかなり微妙な高め3色のピン風天敗になるという感じですかね。ここで数層が、うん、はい、三蔵をポンして天敗を中川から数層が切られました。これが、平岡の当たり、はい、連単ピンですね。5800は6400の上がりとなります。さらにリードを広げた平岡、親の連チャンがなお続いていきます。トン3局3本場となりました。平岡の時間がどんどん続きます。はあ、このままこの勢いを、そうですね、続きそうですね。今の判断も結局いい方でしたから ね、 そうですね、うん、どっちでもいいとは思うんですけど、まあ、日程とかちょっといいかなとは思うんですけど、さあその平岡のハイパイ、まずは何から切っていきます。水井のハイパイ、ドラは残像ですが、その残像が1枚手の中にあります。ダンピンからカンサンピンターツから切ってきましたね。そして中川はチーピンが貫通で入ってきました。チーピンが貫通、はい、本当だ気持ち悪い水が7しかない、うん、なんだこれって感じですね。泉は手配的なクリスト、これはもうちょっと国士気味に、そうですね、うん、国士ですね。まあ、受けベースで国士もついでにやってるという感じですかね、うん、印象的には。確かに単純に上がりを目指しても難しそうな手ですからね。狙ってみる価値は相当ありそうな、はい。さあ平岡は観浪マンを引き入れます。気持ちのいいつもですね気持ちいいつもですねこれ。ただまあゴロチの3色見えるんですが、チーピンは4枚中川が持っているので、まあ、実際はね、実際は、はい、ならなそうです。本人は狙うしかないから、ね、そうですね、はい、気持ちいいね、うん、イメージ通りって感じですね。これは単品変化も見てという、まあ、パスを引いて、うん、なんでですかね。もしくはピンズの二度受けが嫌なんでソーズでもう一面ツー。ああこうなるとどうするんでしょう。ゴロチの3色は消えますが難しくなっちゃいました。あ、ここはつもぎり、パーソーならいるけど嘘いらないわと、うん、うん、さあここで急走、これもいらないと。中川で安蔵を重ねたところ、ここで嘘を切っていきます。清水はローピンつもぎり、平岡三蔵もつもぎりとなります。うん、3万を積もってこれもつもぎり、あくまでパーソー引きのために今残っている、まあね、そろそろ何か安全牌とか持ってくるとパーソーも切ってしまいそうな雰囲気はありますか。そうですね、今までの平岡を見てると安全牌を持ってパーソーを打ちそう、椅子はかなり安全そうに見ますが、ただいや、ああそうでもないですね。そうですね、ドラマ対決ですね、中川に対しては相当きつい牌ですからね。あと一応国士もいる、ね、そうですね、国士がなくなってるのか、はい、ね、4枚目の椅子でしたね、今のは。だから余計椅子を持てなかったですね。そうですね、はい、お豆の椅子を早く処理したいですもんね。そうですね、安全牌の残し方っていうのはね結構大事ですよね。うん、まあ、誰に手が入ってそうか誰が来そうかっていうのがすごい大事なことですよね、はい。結構それ見誤って失敗してしまう経験ってありますよね。ありますね、うん、見てなかったみたいな、そっちだったのみたいな
結構盤石に構えてたつもりがそっちかみたいなのがありますけどね。そうですね、分かりやすかったら、もう分かんなかったら親の現物ってなりますけどね。さあ中川、数ピン C ピン4枚使いの中川にはとても切りづらい牌である数ピンです。清水は数ピン切りました。この数ピンを平岡がチーしていきます。チーピンだけで上がれる天牌ですね。ただ順目が深いので、もうもはや天牌だけでも取っておこうという選択となりました。平岡今はつもぎり。さあ残りつもが各社1回ずつとなりました。テンパイ、テンパイですね。テンパイ取りますね。流派とチーマンのシャンポン待ち。どうせスーピンは入ってましたね、はい、他に。あ、そうですね、今のスーピンが。いずれにせよテンパイはできていたと、うん、そうですね。ここは、親の平岡と、清水2人のテンパイで流局となりました。さらに平岡の親のレンちゃんが続いていきます。この親番は落としてなるものかと。そうですね、本当になかなか落ちなそうな親になってきましたね。はい、これまで2回戦までは親が一度も連チャンしないという展開だったんですが、この3回戦目にして親の連チャンが続いています。さあ、4本場になりました。当選局ドラは白です。平岡このハイパイから何を切っていくか。9ピンか、今が今起きていましたね。そして中川、うん、清水が手の中で一目ずつ完成しています。今回は全体的にちょっと重ための手配となっています。ドラを重ねた泉、うん、そうですね、一気にやる気ですね。そうですね、想像で一目ずつ完成した平岡難を切ります。中川で安藤つもぎり。数ピンを重ねてチュン切り。連チャンが続いている平岡ですが、今回はちょっと苦しそうな手配ですが、これからのつもが伸びてくるかどうか。泉は流派も統一になっています。そうですね、まあ、1品3品、まあ、本一にしたいですけどね。はい、順目的にギリギリなところかなっていう。うん、まあ、もちろんサブローマンが埋まったら普通に戻して、はい、まあ、高め取りはしていった方がいいですからね。もちろ ん、うん、高いのは狙って損はしないですからね。はい、急所が2枚切れてるんですね。あ、そうですね、それはちょっと苦しい。ここで中川はチートイツの方に手配を決めていきます。いい射程ですね、中川。ここで数万も切ります。数万をあんこにした清水。換算像を引き入れた平岡、目いっぱいに受けるならドラの白を切るところですが、どうするか。切りそうかな、平岡さんだと。おお、白きましたね。この白を泉が仕掛けていきます。これで2人に警戒が集まります。まあ、そうですね、はい、役牌のドラを切った平岡、そしてそれを泣いた泉。まあ、けどこの白を打ったのもいいと思いますけどね、まっすぐ。ただこの想図とかは、あの川にはすごく切りづらいですね。泉の川は想図の本一に見えます。しかし勝負していきました。こうなるとこの地層とか抱えるのはなんかちょっとだけ止めるとかやめた方がいい感じですね。ちょっと今回の場合地層が使えない範囲じゃないんで、その形ロ一回ローピン打つ手はありますよね。その四五郎の三色になりやすいですからね。そうした方が、はい、自分が損する範囲ではないので、
難しい話ですね、うん、止めた方がいいのかどうかっていう、うん、これは急走がもうないとはいえ初のポンテンが取れる方と、うん、まあ、残りマス的にはジャンカーの形に受けるかなと思って今。ああなるほどね、急走がないからね、はい、ここは初のポンテンが取れるイシャントに受けました。中川の手に残りの流派はありますが、中川は受けているのでこの流派は出てきそうにありません。平岡、うん、そうはちょっともう順目的にもっていう感じですかね、ドラポンに対して。まあ嘘手出しが強烈に見えますからね、うん、そうですね、相場を打ちたくない範囲にはなりますね。さあここでヤンメンヤンメンの医者で受けます。これ転敗したら老僧も勝負っていう感じですか。どうなんですかね、平岡さんがどういう麻雀を打つかはっきり分からないので、はい、これはすっぴんさんぴんに自然に。そうですね、まあ、けど見てる感じだとね、白切った感じとか見ると勝負しそうでしたけどね、はい、泉はいいシャンテンです。ただ順目がもう残り積もが各社1回ずつとなりました。やっぱりできず、転敗できず。さあ転敗できるか、あー老僧嘘を残していれば転敗できていた牌でしたが、ここは転敗とはなりませんでした。ここはなんと全員の点で親が終了するという展開になりました。長かったトン3局が終わりました。トン4局、泉の矢場になります。5本場です。さあ、ドラはチュン、親は泉に変わっています。泉の親の親の泉のハイパイ3と言ってですかね、うん、ちょっと、うん、全然難しそうですね、チートとかになったりしそう。ヤンマンがあんこになってやりました。ローピンを重ねた清水はペンチャンターズを嫌っていきます。ヤンマン貫通、ドラがポツンとしているんでちょっとチートイツの方に行きやすそうな手配だったんですが、うん、貫通になっています。ジャンマン、中川パスはつもぎり、清水の手配、ここは段を切ります。ドラのチュンが平岡、清水、泉が1枚ずつ持っているんですね。さあここで、ジャンマンをアンカン、おお、そしてリンチャーからパーマンを持ってきてパーマンがアンコになります。一気に上がれそうな点ですね。そうですね。チーピンはつもぎり、スーマンを持ってきて中川チーマンと入れ替えます。パーマンも貫通になりました。まあ貫しますね、うん、手狭にはどんどん乗っていきますけど2貫貫されるとね、怖いね。怖いですよね。数アンコとかありそうに見える、ね、すごい想像しちゃいますよね、うん、2つアンカンはさすがに2つアンカンされてリーチとか言われるとね、うん、すごい怖いですね。積もって言われた瞬間やめてやめてっていうようなは何を積もったところ、少し考えて何を積もりました。リャンゾー痛い、あ痛い、川にリャンゾーが3枚、痛いけどしょうがないね。そうですね、ちょっと、うん、あれは拾いにくい牌でしたね。おこれも貫通になってました。すごい3貫通になった、3貫通3アンコになってた
なかなか見たことないですね。見たことないね。3個で安冠3つされたのことがないもん、うん、なんかあの結構前のリーグ戦で、うん、僕のリーグではなかったんで話にしか聞けないんですけど、はい、D1 リーグぐらいでなんか3冠と3安冠の数アンコウ転敗っていうのがあったらしいですよ。数アンコウ短期転敗、数アンコウ短期転敗、はい、でこれ大民間したら数貫通になるねみたいな。うーん、でリーチかな。さあここで転敗しました。ドラの順を切れば転敗、ここでリーチですね。これは強烈なリーチとなります。ドラを切って怖いですね。うん、リースつかみましたね。清水めっちゃいい、かなりいい手配だったんですけど、いきなりいいピンをつかんでしまいました。いいさあバタバタとドラの順が切られます。いいピンだ。今清水が1枚目でしょ、つかんだの。そうですね、もう他には1枚もない。山に3枚眠ってます。数ピンの方は、2枚見えていたので山に2枚と。それでもすごいですね、2枚山リーチした時点で山6だったってことですね。そうですね。これはかなり上がれそう。あとは、泉のつも山にいるかどうかと。あ、ここに1枚、これ天敗ですから。おお、急走冷静ですね、うん、ここにいいピンが来ました。あれ続々と続々と脇に流れるパターンは積もれないのかな、はい、うん。中川も天敗なんで2ピン押すかなってちょっと思ってたんですけど、まあ2万冠されてますからね。うん、そうかそうか。おお、ここは高めの数ピンを積もりました。リーチ積もったんやを23,900ですね。あ、親子、あ、親子、うん、3,900これですね。珍しい3,900、すごいですね、これなかなか見ないですよね。中ちゃんパイを2つ暗冠して60分になるパターン。そう、年単積もで3キオールってなかなか効かない。うん、3,900 は4,400オール、先ほどの 24,000 点の補充をだいぶ取り返す、だいぶでもないですけど、うん、まあ半分ちょっとですね、本場の分で入れると。傷を癒した泉です。これで持ち点が1万点台まで復活しました。1万1,000点。そして泉のレンチャン、本場は6本場になっています。さあドラは数ピンです。泉の矢のレンチャンです。ダブトンがトイツのハイパイ、急走から切っていきました。ドラドラが入っている中川、清水も早そうな手配ですね。メンツが2つ完成してドラを使ったメンツが1つありました。そして平岡はこちら、急走がアンコ、シャアを重ねた清水、シャアチャです。しかしシャアは平岡と2枚ずつ持っています。白を重ねた泉、パマを積もってパーピンを切り出します。中川、清水はチーマンを積もう、孤立牌が1つ増えた感じですかね。スーパイの孤立牌、パーソーは積もり、なんか1回上がるとね、泉も一気にムードが良くなりましたよね。そうですね、手配もまあさすがに先ほどの報酬の点数が高すぎたので、まだ持ち点は1万点ぐらいなんですけど、雰囲気は結構、うん、上がれそうになってますよね。さあラブトンを仕掛けていった泉、このトンが早めに泣けたことは泉にとってもいいんじゃないでしょうか。そうですね、これも白も出ちゃいますもんね、1枚切れですからね。はい、これで5800点からといういいシャンテンになっています。ドラの数ピンを使っての上がりとなれば1万1600点から。いいピン、9ピンをあんこにした清水、ここで3万を切って先輩ですね、リーチを打ちました。ウッパーマンのリーチ、清水はリーチ、ドラ1のリーチを打っています。シャーチャでシャーがジャントで9ピンがアンコなので積もると1300-2600というリーチです。
うん、あ、先ほどあれですね、親の泉の手配スーピンを使えば12600と言いましたが、ドラはもう山には残っていませんでしたね。ああ、そっか。はい、さあ中川は理事に対して対応しています。が2枚、さあ平岡が転売、関数賞で3色、関数賞にしちゃうか。じゃあこれだけ転売あるんですね。そうですね、うん、ウーソー、このウーソーでんと空気感が変わりますが、このウーソーをポンして泉も転売ダウマン、泉のダウマン対、清水のウッパーマン、そして平岡の関数賞3人転売の、あ、そしてこの仕掛けでダウマンが流れてきた。これは相当打ちづらい牌ですからね。そうですね、自分がウーマンを3枚使ってますからね。で、清水の宣言牌も3万ですからね。そうですね、止まるかもしれないな。あれ、おっと、ちょっとブラックアウトしてます。おっと、このディアンマンをちょっと今画面には映ってませんが、ディアンマンを勝負しました平岡、そしてこれが泉への宝珠となりましたね。戻りましたね。はい、戻りました。失礼しました。まっすぐ来ましたね平岡は。はい、平岡の宝珠の瞬間を、目隠しするような形になっちゃいましたが、座布団博ですね、5800は6本場なので何点ですか。7600点ですね。7600点の宝珠となりました。さあ、泉の連チャンが続きます。突然みんな連チャンしだしましたね、うん、そうですね、はい、泉も今の上がりで19600点まで復活しましたね。なんと中川をまくっています。今日バタバタしてますね。そうですね、ちょっと今日余談ですが、裏方の方でちょっとデビュー戦みたいな人がいるみたいですよ。裏方デビューみたいな新人くん、はい、 N さんということですけどね。さあ、中川はお早そうな手配です。そうですね、うん、7本場か、上がると2100点。はい、さあ磯岡さんですね、ジャント号の対泉、清水は白が統一の手配、ここはシャンを切り出します。平岡は数層積もって想像の1通まで見たいところ。さあ、泉はもうイーシャンテンですね。ダンカンダン面のイーシャンテン、中川もイーシャンテンですね。中川どうするんだろうな。本店が取れる形なんですけどね、これポンするかどうか、なんか3個もあるしドラもあるし難しいですね、うん、チュンも統一になりました。こちらですね、分かりやすい。こうなるともうさすがに迷いがなく来てくれるといいですね。そうですね、うん、テンポよくリーチを打った中川です。なんとチーピンのシャンポン待ち積もって3アンコウというリーチです。つもぎりつもぎりか、うん、ここはローソーと急走を入れ替えました。泉もこのまま上の連チャンを長く続けたいというところなので、うん、手配的にも勝負、まあ、いいシャンテンですかね、はい、勝負する構えですね。ジャンマンをつもぎり、なんて誰も持ってないですね。そうですね、難は山に2枚眠ってますね。平岡一瞬点対象系か、2も8も一緒。泉はちょっと一瞬点が長いですね。どこまで押していいものかっていう感じなんでしょうか。平岡もこの形、それぞれがなんか簡単にはやめたくないような手配になっているような印象がありますが、うん、そうですね。で、清水は、あ、断蔵ですね。
はい、泉ここで天敗ちょっと迂回して甘露瓶のリーチと。これ甘露瓶は実際は山に1枚だけ、チーピンとナンに関してはナンは1枚、清水が先ほど持ってきてますんでナンが残り1枚とチーピンも残り1枚ですね。2対1か。2対1の対決です。さあここでナンが切り出されました、うん、この形から勝負していった清水、はい、これは中川への報酬となります。リーチなんですね。3200点の上がりです。3200は、5300点、聞いたことない聞いたことない聞いたことないですね。3200は5300って言われたことないですもんね、はい、まあ、3200もそんなにある点数じゃないから、ね、そうですね、それで7本もらう確かに聞いたことないです、うん、さあ、ようやく、積み棒が、一掃されましたね、うんうん、0本間に戻りました。平岡の親の連チャンから、流れて7本馬まで来ていましたが、ここで内局0本馬となっています。乱入してます。親は中川、ドラはペイです。さあドラが1枚ポツンとしていますが A ピンから切っていきました。清水はバブナンと箱が統一ですね。チャンステです。平岡はシャーチャでシャーが統一、3統一、9層から切っていきます。泉はこちらの手配、中川は白髪もぎです。その白を清水が1枚目から積極的に仕掛けていきました。なんか並べ方見てると本一一直線っぽいですね。一っぽい感じですね、うん、やっぱりそうでしたね。そうですね。平岡はこの形ローピンはつもぎとしました。泉はピンズが伸びていきます。中川はこれで 1,2,3 の3色が見えてきました。平岡はトーンを持ってきて少し考えてつもぎり。中川ロマンはつもぎりです。中川の手は厳しいですよね。そうですね、遠くに3色が見えるとはいえちょっと上がりまでは遠そうです。うん、しかも下茶が想像の本日やってますからね。そうですね、切りたい牌は想像にいっぱいありますからね。うん、さあ中川はいい層を重ねます。清水の手から自敗が1枚余りました。でここでペンチーソーターツを嫌っていきます。中川メンツが2つできて、しかし 1,2,3 の3色は諦めると。この3像は3像は行きましたね。清水にとっては嬉しい牌が泣けました。二度受けの部分シンプルにいったってことですね。いいシャンテンを取って、はい、こちらも手配ですね。まあ、ドラは切りたくなかったと。しかしこの天敗どうするか、決して上がりやすそうな天敗とは見えないですよね。あ、いいそう。明らかに本一をしている。その色をどんどんかぶせていきます。まあ、パンサーケースよりは打ちやすいってことですね、はい、ドラ切る気ではないけど、まあ、はい、ドラ、だからまあ、チーソーなんかを引き入れるとドラ短期のリッチを打っていくというイメージですね。しかし清水は実際はイーシャンテンと、ただダブナンを自力であんこにしてますんで打点は十分です。平岡がうまかったな平岡がチートイテンパイですね。そうですね、実はテンパイしてます。チートイドラドラデャンマン短期、このデャンマンはどうですかね。山に2枚残ってますね。誰も止まんなそうですよね。あ、1枚、あ、2枚ですね、ごめんなさい、2枚残ってます。誰も止まんなそうですよね、うん、ああここで、あ、違いますね、3万に変えたんですね。3万に変えるか、
三万に、まあ、今ローマンが通った。ジャンマンが自分の目からは、てか川に一枚も切れてないのが逆にちょっと不気味だった。ね、しかしここでジャンマンだったら上がっていた。上がり逃しとなってしまいましたが。3万の方はちなみにこちら1枚残ってるんですね。掴みましたね。3万ですね。あ、1枚残っていたのが今掴んだんですね。田中川これもう行かない可能性もあるって牌なんですけど、まあ、3万が当たるっていう感覚はないでしょうからね。ですね、ペンチそうだったら入ってたとか今思ってそうな感じですけど、ここで清水がで暗装の天牌になりました。チーピンもいい街に見えるんですね。ローピンが4枚。なんかチーピンはちょっと気持ち悪いかな。うん、安全にっていうことなんですかね、もう3枚。なるほど、なるほど。ここでチーピン短期に受け替えます。清水も手順によっては上がり手順はあったんですかね。どう、なくはないですけど、難しい。難しいやつでしたね。ここで平岡は天牌を崩します。ドラ短期の本一に宝珠の可能性も考えたってことですね。そうですね、はい、いくら自分があんこ使いで天牌とはいえ打った時の打点が高いと。ウーソーを切ってサブローソーに受け替えます。はい、これが敗定牌となります。流局となりました。ここは清水の一人天牌で流局です。清水はチャンステでしたが、上がりまでつなげることはできませんでした。親が流れて一本場となります。何二局清水の山ですね。ドラはウーマン。平岡もディアマン短期続行していればその上がりがあったんですが、結局は脳天までなってしまいました。田中川の手牌、ベンツは一つ二つ打ちです。親の清水、平岡ここでペイを切っていきます。泉と松も入り、中川もちゃんたまでいけるといいなというような手配ですが、どうなるか。断続重ねた泉、これでおおちゃんとね、いかない。意外でしたね。そうですね、ちょっとこれもうちゃんたにすごく行きやすくなってきたなっていうところが、まあね、見えたんですが、ちゃんたには行きませんでした。3色と1通みたいな感じですかね。パーマンをアンコンしてこれで天牌です。リーピンを切ればシャンポン待ちで単野王の天牌リーチといきましたね。泉ここは少し考えてリーチと、ディアンゾーとディアンピンのリーチ単野王ドラ1出上がりで5200点というリーチです。積もれば2300。さあこのディアンゾーとディアンピンですが、ディアンゾーが山に1枚、ディアンピンは山に1枚、どちらも1枚ですね。計2枚が山に残っています。ね、そんなに敗敗良くなかったのに無駄もなく、そうですね、サクサクっと手が伸びて、ディアンピン止まんないかな。まあそうですね、これがディアンピン出上がりとなりました。リーチ単野をドラ1、5200か5500の上がりとなります。この上がりで、泉は23100点と、まあ、すごいね。2着まで浮上してきましたね。一時は箱割れというか、はい、マイナスだったもんね。そうですね、展望を人に借りるという、あ、借りてはないのか、マイナスがあるからね。そこまで行ったんですが復活してきましたね。これは見事ですよね。そうですね、
さあ、なる3局まで来ました。親は平岡、ドラは9万です。いいな、初はドイツ、中川の手配手から切っていきます。清水、じゃあ親の平岡、3と4と1になりましたね。これでペン3と引き入れた中川、清水も掃除で一目ず完成します。様相はつもぎりとしました。これは一色手を見てということでしょうか。まあ、平岡の打ち方はそうなんでしょうね。チート1とチート1と日本1とジャンピンを引いて、ここでまだチート1の目は残していると。3枚のドイツは手の中に残しました。カンパーピンを引き入れて7、8、9の3色が見えてきた中川、ローマンが貫通になってペンチャンターズを嫌っていきました。清水、白を重ねた泉、ドラは9万です。ここはスーソギリ、ロービンはつもぎり、清水の手配、ジャンピン、いいピンと並べていきます。泉、デューハをあんこにして数万切り、手が伸びてきています。うん、一番手が動きますね。はい、ちなみに中川も7、8、9の3色のいいシャンテンに先ほどからなっていますね。ここでもまだドラを引っ張ってカンパーソのターツを嫌っていった泉、こいつが本戦ですね。打点が見合うテンパイを組みたいと、ここでそうですね、マンズの統一をほぐしていきました。ピンズの本一に向かって進んでいきます。ウーソーもつもぎり、三色しかぎりはすごいですね。もう9万引きがありますからね。そうですね、ドラリーテのドラドラのリーチもあったんですが、もう三色しか見ていないと、あなたしか見えないみたいな感じですね。完全に決めましたね。つもぎり、ちょっと2枚切れね、はい、さあここで中川テンパイして闇点、カンパーマン意外にいい街なんじゃないか。そうですね、ドラ表示牌とはいえ誰も持ってないし、はい、川にも切れてないので3枚丸と、この上止まんないですよ ね、 このパーマンは止まらないです。手配上全く必要のないパーマンでした。はい、これは中川への報酬となります。3色ドラ1、5200の上がりですね。うん、見事でしたね、気持ちが。はい、あれさすがにウースワンコ残しちゃいそうですよね。残しちゃいますね。まあ確かにリーチが先に入るとどうにもならなくなりそうだけど、まあ確かにそうですね。処理はしておきたい、ただやはりドラが重なっての転配逃しが痛いと、ね、というところだったんですが、うまくはまって中川5200の上がりへつながりました。さあオーラスとなっています。南4局、親は泉、ドラはチーソーです。今の上がりでまた2着目は中川に変わっています。中川は 28,200 点の2着目、ここは 2,000 点以上の上がりで模試点限定復帰と、で田淵が統一と、はい、これは仕掛けやすいなんですよね。そうですね、乱闘もあるし、むしろ早く出てこいと思うんですよね。早めに泣けると楽ですよね。もつれるともうなかなかたとえいらない牌でも出てこなくなったりとか、そうですね、競技マージャンどうしてもそういうところ。さあ清水がここで換算ピンとかいうかペン算ピンというか引き入れて単野王に決めるならいいピン、あ、いいピンですね。まだ3色も、はい、打点は欲しいですからね。はい、泉はウースを積もって、ここでカンチャンターズが両面へと変化します。中川ウーマンを引いて三蔵切り、三蔵切り二層切ってるからとはいえシャープですね。そうですね、9ピンとかからいきそうな、ヤンピンでも切る人もいそうだし、ソースで一面つできた泉、ローソンにウースがくっついて両面ターズとなった中川、イピンアツもゲートする平岡、イピンアンコにした泉、着々と手が進んできています。そうですね、おお、これでゴロチの3色まで見えてきましたね。中川ウーピンって言葉が悩んでるってことは、ウーピンね、ウーピンを積もってフリテンターツにはなりましたが難しい、はい、まあ、あそこで3、4に決め打ったことでウーピンの受け入れがなくなっていたんですよね。それが、
まあ、引いてフリテンターツを残すか残さないか非常に悩んでいますね。チーピンとカンローマン、はい、まあそこもマンザも変化しますからね、はい、難しい。珍しく清水が長考しました。確かに、うん、ルーピンを重ねてこれでイーシャンテンとなった中川。すごいな、ドラもスパンってそう言ってますか。スパンではなかったけど、うん、そして平岡はドラを重ねています。ウーマンを積もってテンパイ、泉、親番、うん、どうしますかね。道打ってもいいとは思いますけど、三蔵2枚切れ外すか。さあここで清水を振り点の数ピンを引き戻して高めだと面単ピン3色という。ただ泉があんこでしたね。そうですね、山には1枚だけ残っています。これを積もり上がることができれば跳ね満になります。イーマンと数万では打点が大違いの天敗。ちなみにイーマンは、2枚平岡が持っているだけなので、あと川に1枚出てますね。なので山には1枚残っている、どちらも1枚ずつですね。だからもし上がれるとしたら2分1という、うん、ところであります。9万が重なって平岡、うん、789の3色もあるしドラドラだしリーチだしでも展望はあるし、うん、あのまっすぐ行くか折れるかもう指針を決めるだけですね。はい、まあ、ここで中川がダブナンのポンテンですね。中川リーチに対してちょっと曲がって打ったので、関数マンの天敗になっています。関数マンは先ほども言いましたが泉が3枚持っています。関ジャマンを引き入れてこれでイーマンが若干出そうですが、そうですね、まあ、自分からドラマ3枚見えてるんですよ ね、はい、出ましたね。これが清水への補充となります。清水もイーマンでは上がりたくないところですが致し方がないと受け入れて上がりました。リーチピンフ2000点ですね。はい、この上がりでこの長かった3回戦目が終了しています。はい、トップが、5万点のトップですね、平岡。そして2着に2万8200点、減点復帰はなりませんでしたが中川、そして3着が泉、4着に清水と4着順でこの第3回戦が終了しています。残すところ1回戦になります。一旦 CM をご覧になってお待ちください。